正直私もやはり事実がどうであったか、そのことを知りたいということ、そしてもう今でとなっては子供は帰ってきませんけども、今も検察で働かれている方が多々いらっしゃって、そういう方々に私どものような、私の家族のようなですね、悲しい思いというか辛い思いを二度としていただきたくない。